夏場にこうやって水泡ができる、うん、わかるかな、水ぶくれみたいなね。そうで、これって自分の中でね、何なんだろうと思って前も言ったけど、こう こんにちは、トロピカルガーデンです、はい、昨日もたくさんのご購入ありがとうございました。あのスマイルボビンズさんのね、うん、それからラストスパートでクリスマスセットご購入いただいてありがとうございました。ありがとうございます。まだもう少しだけ在庫がありますので、あのクリスマスの方、あの大きい苗の在庫がある限りは販売させていただきますので、はい、よろしくお願いします。今日はね、もうあのライブ配信の時2代目が仕事でまだ出てるって言ってたでしょ、うん、あの時にあのね、引き取ってきた、検査を受けてきた苗がもう素晴らしすぎて、見せたいとこなんだけど、うん、怖い時期なので見せられません、うん、本当に素晴らしい ね、本当に今ね、どこにどの苗があるかとかもちょっとね、そう控えとかないと ね、前回の時にそうやってハウスの中をね見せた後に、ね、盗難事件があったのでちょっと怖いので、あのここの自分のコレクションのところしか映せないんですが、うん、だから最近販売ハウスもちょっと撮影を控えてます、うん、ちょっと時期的にね、去年もこのぐらいの時期にそういうちょっと嫌な思いをしたので、皆さんも十分気をつけてください、うん、はい、あのこう生産してるハウスってあっても、販売してるハウスじゃなくても、うん、一般の、ね、方もやっぱり泥棒に入られてないをそっくり持っていかれちゃったっていうお客様の話もたびたび聞きます、うん、なので十分に注意してください。なるべくね、この通りから手が届くところには苗は絶対置かない方がいいです、うん、面白半分で結構持っていっちゃう人もいるんだよね、うん、あの野菜泥棒じゃないけどさ、うん、そんな気持ちで持っていっちゃう人もいるから、せっかく大切に育てた苗をね持っていかれちゃったら本当にショックなのでね、うん、気をつけてください。はい、はい、ね、そんなことでちょっとすぐにお店はできないんですが、素晴らしい苗がたくさん届いてますので、うん、後々あの販売時に紹介させていただきます。見せたくてしょうがない顔してる。もうすっごい本当にそれぐらい今、うん、ね、スタッフさんと開封しながらやばいやばいってみんなもうかわいいかわいいの嵐でした、うん、本当にそれぐらいかわいいです苗が、うん、そんな苗がクリスマスセットにも入りますし、これからね、あの一応福袋の販売も予定していますので、うん、そちらにも入る苗がたくさん今届いてますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早く見せたいな、それぐらい可愛いんだよ、やばい、もうもうね、にじみ出てるでしょ、見せたさが、ね、ここ2日間ずっとデスクワークをしてて、うん、タニックを見ていらなかったので、うん、もう今日も開放的な気持ちになった、もう本当に素晴らしい、ね、それで昨日ショート動画でね、うん、ダイエット宣言してね、あのね、デスクワークするとね、なんかね、精神的に疲れちゃうのか何なのか、やっぱ普段こう目をさ緑で、うん、あの潤してるわけで、うん、それがパソコンの文字ばっかり見てるとね、頭がぼーっとしてくるんだよね、うん、そしてあの自分の好きではないちょっとこの経費の計算とかそういうのしてるともう頭が痛くなってきちゃって、うん、の数字をいっぱい見てるとね、頭が痛くなってきてしまうので、今日は谷君にすごく癒されました、うん、本当にすごいよね、スタッフさんも言ってたけど、うん、ハウスの中でね、ご飯を食べるとすごくご飯が美味しいって、うん、やっぱりこう植物から出るマイナスイオンじゃないけど、うん、そういういいこうエネルギーが出てるから、うん、やっぱりね、ご飯もすごく美味しくなります。これ本当、うん、冗談じゃなくて、うん、あの全然普通の食べ物がいつも食べてる食べ物なんだけど、すごくね美味しく感じる、うん、なんかピクニックに来た気分なのかな、そういうのあるのかな、うん、外でか、ね、ちょっとね、うん、外で食べてるような気分というか、そうそうそう、すごく美味しいです、うん、ね、本当にね、それぐらいいいこうエネルギーを出してくれてる植物たちなので、うん、ね、大切に盗まれないように気をつけてください、はいはい、今日は、うん、昨日か一昨日のインスタグラムを見てたら、うん、趣味人さんがね、面白い記事を出してて、うん、あの海外の方のね、記事を、うん、翻訳して出してくれてて、うん、もう前にもお話ししたんだけど、うん、夏に水泡ができる理由みたいなのあったでしょ、うん、これあの自分もこれね、あの最初趣味人さんに相談したんだよね、うん、この水泡ができてきた時に、うん、で趣味人さんからも同じ答えをいただいて、うん、で昨日か一昨日の趣味人さんの、うん、あのインスタグラムにもやっぱり同じことが書いてあって、うん、結論やっぱりそうなんだなと思って、うん、ちょっと半信半疑な部分はあったんだけど、でもそれしかないって自分で思ってたんだよ、うん、でもやっぱりね、研究の話によると、うん、夏場にこうやって水泡ができる、うん、わかるかな、水ぶくれみたいなね、でこれって
自分の中でね、何なんだろうと思って、前も言ったけど、こうカッターで削いでカメラで拡大してみて、虫が入ってるのかとかいろいろ見たんだけど何でもなくて、うん、でこれ去年で今年だけじゃなくても前からなるんだよね、うん、で夏になるんだよこれって、うん、でずっと考えてて、趣味人さんに前に相談した時に、うん、水分を上げすぎた時に、うん、このね葉っぱから出てくる、うん、あの水分を逃そうと思って出てくるものだいうことだったんだよね、うん、で考えてみてみたらそうなんだと思ってさ、うん、結構こうできるのが厚葉のタイプのもの、アガポイデス系がすごくそういうのができやすいなっていうのがあったんだよね、うん、やっぱり薄葉のものって溜め込める量がすごく少ないんだけど、うん、厚葉のものって溜め込める量が多いから、やっぱりできるのってこう厚葉のものに水分、あの水泡ができるんだよね、うん、でこれ最近ねよく質問いただくのが、うん、葉っぱに黒い点ができましたとか、かさぶたができていますとか、赤い点ができています、うん、大丈夫でしょうかっていう心配の質問をいただくんだけど、うん、見させていただくとこの水泡のかさぶたなんですね、うん、なので、うん、今こんな感じでちょっとかさぶたみたいになってる方心配しなくて大丈夫です、うん、これ夏の間にできた水泡のね、この水分が多すぎて植物から水分をこう出したい、うん、だけど出せないっていう状態の時にこの水泡ってできます、はい、でそれが秋になると水分がこう減ってきてかさぶたに今度なってきます、うん、やっぱりこうリトープスが見割れするような感覚でこの水泡を破裂させたいんだろうね、多分植物本体は、うん、でそこから水分を出したい、だけど出せない、でちょっとだけ見割れしてそこが秋になって乾燥してかさぶたになります、うん、なので病気とか虫とかそういうのじゃないのでそこは心配しないでください。ただ見た目がこんな風にかさぶたでねちょん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 なるんだけど、うん、生え変わって綺麗になってくれば全然気にならなくなるので、うん、で次の年今度の夏に向けて水分の量を調整してあげたりとか、植え付ける用土の感じをちょっと変えてあげるといいと思います。そういうねかさぶたができやすい、水泡ができやすいやつはね、うんうん、やっぱり水持ちが良すぎて水分を溜め込みすぎてしまって水泡がねこうできてしまうっていうこともあるので、水はけの良い用土に特に植え付けてあげるといいと思います。で水はけのいい用土で、あの水分、水やりの回数少し控えてあげるとこういう水泡ができづらくなります。そういう風にして来年は調整してあげてください、はい、ずっとこれ気になってたんだけど、やっぱりねしみじんさんのその記事を見てやっぱりそうだったんだって、うん、やっぱりねしみじんさんの言ってる通りだった。結構わかんないことあるとしみじんさんに聞くことがあるんだよね、うん、俺もでもさ、うん、あの前ね、もう何年か前さ、その水泡ができてママに何回か聞いてさ、うん、あのクロノス、うん、クロノスね、うん、あれできやすかったよね、うん、すごかった。だからやっぱりこう硬いやつなんだよね。結局でもあれもね、やっぱ時期過ぎたら綺麗になっちゃったでしょ、潰れてかさぶたみたいになって、でまた新芽は全然なんともない、うん、だから病気とかあのウイルスとかね、菌とかそういうものじゃないんだよね、うん、もしそれが病気とか菌とかだとすると、うん、多分もうずっと季節関係なくね、なってしまうと思います、うん、それにプラスしてどんどん株が弱ってきちゃうんだよね、やっぱりそう病気とかになってるものって、うん、あのちゃんと成長してくれなかったりするので、ただこの水泡の場合は水泡はできるけどちゃんと成長はしてくれてます、うん、綺麗に生え変わりながらね、うん、だからそんなに心配ないです。ほら見割れしちゃってるの、ここわかる、うん、ね、だから見割れの直前の水泡なんだろうね、うん、それがあの悪化っていうか水分がもうどうにもこうにも発散できなくなると破裂して、うん、その後秋にかさぶたになります。で、今度これ、これほまちゃんにもらったやつの、うん、ハニーピンク、なんだろう、こういう赤い点々、うん、血しぶきのようなものも出ることがあります、うん、これって夏にね結構紫外線に当てて育ててると、遮光が弱い状態で育ててると、うん、秋になるとこんな感じで出てきます、うん、もう個体差もあって出やすい体質のものが出やってるんだけどね、前自分でブルーバード、うん、どんなに綺麗にちゃんと育ててもやっぱり出やすくて、紫外線の量とかも調整してもやっぱりこういう風に赤い斑点ができちゃうものもありました、うん、こうやってでも体質もあるんだけど、同じ品種で未生の苗でね、屋外にここのハウスで置いてあったものと、うん、屋内にあのハウス内に置いてあったもの、やっぱりハウス内って遮光しっかりしていて雨水がかかったりっていうのはないんだけど、屋外は遮光もしてないし雨水もたくさんかかります、うん、でやっぱりね秋になって違いが出てきたのは屋外の方がこういう風になったんだよね、うん、かっこよくなった、うん、から逆に紫外線に結構当ててあげるとこう血しぶきみたいになってね、かっこよくなるんだよね。俺結構こういうさなってたよね、大好きだよね、すごい好きでさ、ね、
そうなんだよ。結構強い日に当てるようにね。そうするとこんな感じで、ちょっと好みはそれぞれあるかもしれないけど、うん、自分なんかこういうの好みです。ちょっとかっこいい系の感じのが出来上がります。で、新芽の部分はね、もう直射日光も緩やかになってきてる時期にこう生え変わってるので、そこまでこうシミができないんだけど、夏にガンガンに日差しに当たってたものはやっぱりこうやってシミが出てきます。でもこれも病気じゃないので、うん、人間で言ったら紫外線でそばかすができたような感じなので、そんなに気にしなくていいです。日焼け強めの人って感じだね。そう、自分みたいな感じで、ね、夏のそばかすまみれの自分の肌みたいな、こんな感じになります。日焼け止め塗ってあげるわけにいかないから、植物はね。前俺が持っててさ、マジックシャワーとかすごい綺麗だったよね。すごかったよね、ゴツゴツってね、まだらになってね、すごい綺麗だった、うん、そういう風にね、育て方でこう見た目がどんどん変わってくるんだけど、うん、しっかり綺麗に遮光して、しっかりね、雨水とかも当たんないで、こう砂ぼこりっていうか、こうほこりの中でもやっぱ傷をつけるほこりとかもあると思うんで、うん、そういうのも当てないよね。しっかり綺麗に管理すれば綺麗なまま秋が迎えられるんだけど、うん、これはこれで味が出て好きなので、うん、ね、逆にね、こういう風に作り込みたい人なんかは、まあ、結構ちょっときつめの環境で育ててあげると、うん、こんな風になります、うん、このハウス過酷だったから、遮光も今1枚だけど屋根の上にもう1枚かけて、それでも葉焼けしちゃうぐらい、うん、今年は暑かったから結構紫外線いっぱい浴びてくれてます、うん、ね、だからいいのか悪いのかって言ったらあんまり良くないかもしれないけど、うん、そういう風に育てるとこんな感じになります、うん、はい、ちょっと渋いね。ね、そこのボツボツがさ、最初本当に気持ち悪くて、うん、本当なんか虫が入ってるんじゃないかって本当に思ったんだよ。俺も最初そう思ったよね。ね、すごい、そうなんか出てくるんじゃないかと思ってさ、気持ち悪くてさ、すごい悩んだんだけど、ピンセット刺してみたりした。そう、カッターで削いでみて、うん、その中に虫の卵かなんかがあるんじゃないかって、うん、一生懸命解剖したりしたけど何にも出てこないんだよ ね、うん、ね、やっぱり暑くてストレスでとか、人間もそうだけど、ね、どうにか自分で体温を下げようと思って、犬だってハーハーするのと一緒でね、うん、人間も汗をかくのと一緒で、植物もやっぱりどうにか涼しく自分の身を守ろうとしてこういう風になっていくからね、うん、病気じゃないのでこれは心配しないでください。はい、はい、そんな感じかな。今日これ面白かったので、うん、ね、結構ね、心配されてる方多いんで、これ、うん、もう大丈夫な、わかんない、俺も最初ちょっと心配だったもん、これでなんか病気だったらどうしようと思って、みんな落ちちゃうとか思っちゃうね。そう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 、ね、でも病気じゃなくても、うん、やっぱりこう普段からね、日頃からちゃんと殺菌剤を使ってあげるとか、あと殺虫剤、オルトランを混ぜ込んであげるとかしてると、そういう変な、ね、心配な病気とかもなくなってくるので、うん、日頃からちゃんとケアはしてあげてください、はい、やっぱりね、オルトランをヨードにこう混ぜ込んで植えといてあげるとか、あと月にね、1回ベニカスプレー予防でシューって撒いてあげるとか、植え替えのたびにオルトランを混ぜてあげるっていう風にしてあげると、それだけでね、ダメージが全然違います、うん、虫からのね、そういう風に日頃からケアをしてあげてください、はい、なんか今日怖い顔してる。なんでどういう顔？なんか悪い顔してる。悪い顔ってどういう顔だよ。ね、うん、そんな感じで、あと鑑定が発行しないっていう方が結構いて、そうそう、鑑定はしたけどアフターグローがしないとか、うんうん、アフターグローはしたけどとかね、そういう感じの人もいてよね、うん、これ持った感じ、アフターグローも結構しっかり発根してます、うん、で今日久々に水やりをしたんだよね、うん、なのでまた水、日中すごく暖かいのでこれで一気に吸ってまたパリってなってくれると思うんだけど、うん、鑑定もね、ちょっと本当は取りたくないんだけど、あ、もうしっかり根がついてる、抜けなくなってる、ね、うん、抜けなくなってるね、抜けなくなってます、うん、皆さんと同級生の鑑定です、うん、で、これは本当につい最近用土に置いたんだけど、うん、こんな感じ、根っこが出てます、見えるかな、うん、ちょっと、ね、白いのがポツポツとこう ね、うんね、うん、こういう風に出てきたら、うん、鉢の表面から3分の1、4分の1が濡れる程度の水やりをしてあげます。で、そのままそっと置いてあげます、うん、で、だんだんね、気温が下がってきて、うん、発酵の速度もゆっくりになってくるので、うん、できれば日中暖かいところに置いといてあげると発酵のスピードも下がらずに済むので、日陰、すごい日陰とかよりも暖かい室内の窓辺、うん、ちょっとレースのカーテンがついてるような熱がちょっとだけこもってくれるような場所に置いて発酵させてあげるとスムーズに発酵してくれます、はい、ただもう発酵がゆっくりの時期なんでそんなに慌てなくても大丈夫です、うん、例えばこれ春まで発根しなかったとしても外葉2週ぐらいが枯れ込むぐらいなので、うん、で春になってね、しっかり発根すればその2週なんて
忘れちゃうぐらいあっという間に回転して、うん、展開してくれます、うん、だから大丈夫なので心配はしなくて平気です、うん、まあね、出ないより出た方がいい気持ちはわかるけど、うん、出なかったからって焦ってなんか切っちゃったり、またなんかいろいろふやかしたりとかやってると余計逆効果だったりする場合もあるから ね、もしまだ1本も根が出てないとしたら、うん、空のトレーなんかで、これはアイオニウムなんだけど、うん、このままポンって置いといてあげるだけで根が出てきてくれるので、うん、無理にいろんなことをしなくて大丈夫です、はい、ね、あの空のポットとかあれば、うん、空のポットにね、うん、このままこれは傷んじゃったやつなんだけど、うん、こんな感じで置いといてあげると根っこが新しく出てくるんだけど、これもまだ出てない、これもね、うん、もう幹の中が傷んじゃって散々ほじってえぐってUSA ブルーライト前ショート動画で見せたやつなんだよ、うん、すごいでかかったやつよね、そうすごいショックなんだよ、だからね、うん、でこれでとりあえず鎖は一回今止まってるので、こんな感じで空のポートに置いといてあげると温まってね根が出やすくなるので、そういう感じにしてもいいです、うん、だからさ、こうすごく大きくなってそのまま順風満帆に育つ場合もあれば、こうやって一度ちっちゃく調子崩してちっちゃくなっちゃって、また、うん、ね、何年かかけて大きくなってとか、そういうのもあるからね、繰り返しなんだよ ね、ずっと順調に育てないこともあるから、うん、そういう時はもうすぐに処置してあげて、そうそう、すぐに腐っちゃわなければどうにでもまた治るからね、そうそうそう、寒天もこういう風にして空のポットに入れて発酵を待ってあげて、トレーでもいいんだけど、うん、あのやっぱポットに入ってるとやっぱこう空気が循環しないので、うん、なんか心配なので時々ね、こうやって見て根っこが出てるかなって見て、繰り返してひっくり返して見てあげてください、うん、そしたらあのやっぱりこう湿度が溜まっちゃってカビが生えてしまったりっていうのにも早く気づけるので、うん、でこの状態でもしカビとかが生えてしまったらすぐにねアルコールティッシュとかできれいに拭いてあげてトレーとかに移動してあげてください、はい、ね、やっぱりねちょっと湿気がこもりやすいのでカビも生えやすくなると思うので、うん、で冬になるとやっぱり乾燥っていうよりも家の中加湿器をつけたりする方もいると思うので、うん、若干カビも生えやすくなると思います、はい、なのでねよく見てあげてください、はい、でちなみにブラックマディバは、うんうん、もうしっかり発根してます、ちょっと抜きたいんだけどガチガチでもないんだけどもう引っ張ると土がボソって取れちゃう感じなので、うん、無理にはちょっとやりません、今日水をやりをしたのでまたしっかり成長してくれるかな、うん、クリスペートビューティー水やりするの忘れちゃったあ、だけどもう根がすごい出てる、わーってなってる、だから抜きません、はい、水やりこれだけできてなかった、こうやってさ水やりしてて、うん、こういう角の部分だけ水やり忘れちゃう、うん、でちゃんとできてないここだけが、そうすると根がしっかりつかないので、うん、ちゃんと水やりをしてあげてください。結構さこうやっていっぱい持ってるとさホースでさ斜めに水やるからさ、そうここだけかかってない、そうそう角の方だけかからないんだよね、でさ今日はこのティッシュにどうにか水をかけないようにやらなくちゃと思ったんだよね、うん、だから根に荒れてなかったんだよねきっとね、うん、ねそんな感じでやってあげてください。はい、じゃあそんな感じで今日は、うんうん、大丈夫かな、ベラベラ喋っちゃったけど、うん、はい、お知らせとかは特に大丈夫かな、うん、クリスマスセットはまだ在庫がある限りは販売させていただきます、はい、はい、今週もどん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 発送させていただいてますので、はい、よろしくお願いします。お願いします、はいはい、じゃあそんな感じで、はい、今日は終わりにしたいと思います、はいはい、よろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。